みません、お待たせしました。ちょっと準備に手間取っちゃいまして。いや、まじまったわ。だからそこは今来たとこって返すべきなんじゃないですかね。デート？はい。うりゃ。き、卑怯な。何が卑怯って。え、結局ダイが邪魔で絶対見えないことなんだよ。先輩どうしたんです？あ、遊んでるんですか？みたいな意味をはらんでいそうだ。いや、別に遊んでるわけじゃ。っていうか、あの女何ですか？あ、先輩の彼女さんとか？でも二人いるじゃないですか。どういうつながりですか？こわ、イロハスこわ。なんでめっちゃ笑顔なのにこんな冷たい声が出るんだよ。そうなんですよ。ま、最初はどうにもならないと思いますけど。来年、俺の妹が入学するんだ。はあ？だから、いい学校にしてくれよ。なんですかそれ、くどいてるんですか？ごめんなさい、狙いすぎだし気持ち悪くて無理です。振られた理由がこの前と違うじゃねえか。まあ頑張ってくれ。ゆい先輩、こんにちは。いや、ハロー、久しぶり。あ、今向いてなさそうとか思いませんでした？いや別に。よく言われるから分かるんですよ。とろそうとか鈍そうとか。すいません、お待たせしちゃいました。ちょっと買い物してまして。ふう。いや別にいいけど。あ、なんだよその腹立つ顔。あ、もしかして今のって口説こうとしてましたか？ごめんなさい、ちょっと一瞬ときめきかけましたが、冷静になるとやっぱり無理です。あ、そう。俺は何度こいつに振られればいいんだろうか。ありがとうございます先輩。手伝ってくれませんか？無理だって、プロム普通に嫌だし。もしかして先々、もう妹とは思えないって言って私のこと口説く気でしたか？さすがに今の今だとちょっとときめきようがないので、またの機会に出直してきてください。ごめんなさい。はいはい、分かった分かった。言わない言わない。何ですかその態度は。それもう絶対聞いてないじゃないですか先輩。ん？今付き合ってる人っていますか？いないけど。ほら、こんな感じですよ、こんな感じ。はい先輩、ピースです、ピース。やだよ、別に俺映んなくてもいいだろう。アイス溶けちゃうんだけど。そんなすぐに溶けませんよ。いいから早くです。もう少し寄っていただいた方が。では行きますよ。先輩ってもしかして年下好きですか？別に苦手じゃねえな。妹もいるし。もしかして今私のこと口説いてますか？ごめんなさい、年上結構好きですけど無理です。いや、どう考えても違うでしょ。何ですかその扱い。こんにちは。おいっす。そういえば先輩とお知り合いなんでしたっけ？そうそう、おなちゅうでさ。先輩にも仲いい人いたんですね。仲いいっていうか、まあちょっとね。何なんですかその意味深な言い方。先輩、何なんですか？まあ昔いろいろあったんだよ。何なんですか？あ、何ですか、口説いてるんですか？ごめんなさい無理です、好きな人がいるので。そうじゃねえよ、気にすんなよ。お前が悪いわけじゃないし。何ですか、昇進につけ込んで口説いてるんですか？ごめんなさい、まだちょっと無理です。ちげえよ。あ、本当ですね、いつもより近いです。遅い。だから、なんでお前がいるんだよ。もしかして先輩って頭いいんですか？まあな。
私これが見たいです。じゃあ俺はこっち見るわ。あ、終わったらここで待ち合わせな。え、何？なるほど、そういう対応をするからはなるんですね。ん？死ね！じゃあ私のサーブですね。あ、先輩ちょっと待ってください、やばいです、やばい。うん、先輩やばいです、やばいです、やばいです、本当にやばいんです。今の話、部としてじゃなく俺が個人的に手伝うってことじゃダメか？はい、まあそれでもいいですけど、実際先輩一人の方が扱いやす、安心しやすいというか頼りになるというか。いや、もう言い直さなくていいけどね。お前マジで料理得意なんだな。何ですか、口説いてるんですか？甘いものだけに甘い言葉をささやけばいけるんじゃないかとか、ちょっと考えが甘いので出直してきてください。ごめんなさい。えい、先輩、こういう甘いのは嫌いですか？ああ、言ってませんでしたっけ？メールベースのやり取りにはログがなかった気が。なんだそれ、可愛いなお前。じゃ、待ち合わせ場所は変えてくれ。ん？一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし。は？世代が違うから通じないか。先輩友達いないじゃないですかみたいな返しもなくマジ真顔。まあまあ、あと3年経つとお酒が飲めるようになりますね。で、酔ったふりしてこうガッとガッと既成事実を作ればこっちのもんです。責任お化けですから、あれは。そういうのはちょっと。まあ、ゆい先輩のそういうとこ結構好きですけどね。彼女がいる人好きになっちゃいけないなんて法律ありましたっけ？ないと思うけど。ゆいさんがお酒飲めるようになるのは2年後では？ 3 年後っていろは先輩のことですよね。うるさい、お米ちゃん、うるさい。だいたい遊びに行ったくらいで付き合ってるとか、ちょっと単純。なんですか、もしかして今私のこと口説いてましたか？一回遊びに行ったくらいでもう彼氏面とかズーズーしいにも程があるので、もう何回か重ねてからにしてもらっていいですか？ごめんなさい。いいから入ろうぜ、外寒い。ちょっと待ってくださいよ。雪の下先輩、1月3日がお誕生日だったんですね。ちなみに私は4月16日ですよ先輩。聞いてねえよ。2年になればトイフの選択で取れるぞ。13、14、15、6だ、6ポイント。その時差は大胆すぎるだろ。遅れてもダメ。俺行くぞ。私のポイントですね。なんでしれっと嘘つくの、この子は。やっぱり先輩は年下好きなんですね。そんなことないし、だいたいお前4月生まれで実際の差は1年未満だから、あんまり年下って印象ないし。なんだよ。あ、いえ、ちょっと意外だったので。怖っ。有効に進めるためで、だからその頑張らないと。すごいな、お前。先輩のせいですからね、私がこうなったの。いや、会長の件はそうだけど、他のは。責任取ってくださいね。やっはろー、いろはちゃんよろしくね。状況はあまり良くなさそうね。そうなんですよ。なんだよ。いえ、別に。あ、うん、そうそう、別に。違いますけど、でも先輩も確かにそうやって言い訳して。あ、もしかして業務連絡にかこつけて私との距離を縮めてそろそろ告白する気でしたか？遊びに行くくらいはいいんですけど、それ以上は全部終わってからにしてください。ごめんなさい。はいはい、全部終わったらな。だから仕事して、じゃないと終わんないから。言い訳
私があげてもいいですよ。お前マジでいいやつだな。でしょ、こう見えて都合のいい女なんです。なんでって言われてもな、そもそも最初にお前が手伝えっつったんだろうが。あ、私のためですか？何ですかそれ、口説いてるんですか？特別扱いって悪い気はしませんし、困っているところを助けられるのは嫌いじゃないですが、それはそれとしていろいろ片付いてからお願いします。ごめんなさい。そうだな、全然違うけど大体合ってるな。もういいです、とにかくお手伝いお願いしますね。あ、え、いやだから、うん、私先輩の妹じゃないですからね。放課後生徒会室で待ってますね。こんなのほとんど告白だ、それか痴話喧嘩か別れ話。そんなの旗で聞かされていた私はなんだかバカみたいだ。まるで無関係なんだって思い知らされたみたいで少し気に入らない。気持ち悪いだなんて悪態の一つもつきたくなる。本当に本当にちゃんと責任取ってほしい。だいたい今までだって責任取ってもらってないのに。それなのに責任だなんて言い訳みたいに軽々しく言わないでほしい。先輩も雪乃先輩も結衣先輩もめんどくさいけど、私だってそれなりにめんどくさいんだから。本当にめんどくさい。